サー・ウィルフリット・ローリエは、カナダの第8代連邦首相。所属政党は自由党。首相在任期間は1896年7月11日から1911年10月5日。ケベック州産ラン生まれ。弁護士、ジャーナリスト、庶民院議員。1919 19年2月17日、オタワで没。1887年から1919 19年まで。 自由党党首。この時代の代表的政治家。カリスマ的な人格で腕利きかつ実務的であった。初のフランス系カナダ人の首相として知られ、普通語圏と英語圏の調整によりカナダ連邦を拡張するなど和解政策でよく知られた。ローリエはまた政治、経済面での自由を確保できることを前提にイギリス帝国に残ることを認めた。 45年に渡り庶民院議員を務めたこと、連邦首相在任15年間というのは、未だ他の誰の追随も許していない。現在、カナダドルの5ドル紙幣に肖像が印刷されている。私の眼前には常に、節度と和解による真のカナダ主義的政策へ、夜は炎の柱が、昼は雲の柱が立っている。カナダは自由であり、自由がその国民性である。 どんな犠牲を払っても、市民の自由は守り抜くという責務を貫き通すという、名言を残している。1864年、マギル大学で法学を専攻し、モントリオールで開業。1866年、ラブニールに、転居、さらに、アサバスカに移り、新聞、ル・デフリシュールを発行する。過激派のパルティ・ルージュを支持し、連邦化に強く反対した。 ケベック州議会のドラムンド・アサバスカ選出の自由党議員となるが、1874年に辞職した。その後は、連邦とは解して、カナダ庶民院の自由党議員に初当選し、45年に及ぶオタワでの生活が始まった。1911年の総選挙まで当選を重ね、1896年からは、連邦首相を務めることになる。 1877年10月、ケベックシティで自由主義政治について精力的な演説をした後、アレクサンダー・マッケンジー内閣に内国歳入担当大臣として入閣。地元ケベックでは最も卓越した自由党議員となる。1878年と1882年の選挙で自由党は敗北するも、ローリーエ自身は当選を重ねた。 1885年、ルイ・リエルの公式系により、メティスの指導者であるリエルの主張を熱心に弁護し、フランス系とイギリス系の統一が必要であると主張した。1887年に前年の選挙で敗れた自由党の党首エドワード・ブレイクから次の党首に指名された。1869年当時のローリエ自由党が掲げた無制言語系とはアメリカ。 カナダの両国は、それぞれの関税を撤廃するものの、政治上の併合は回避する。そのために、第三国には、米下それぞれが、独自の関税を維持するというものだった。1890年4月に、アメリカ会議に上帝された、マッキンリー関税法案による、農業保護関税は、カナダからの大麦、小麦、トウモロコシの輸入阻止が目的であったため、農民層からの非難の声が また、10年以上の不況下にあった世界経済が時を同じくして回復し始め、イギリス資本が投下されたカナダは好景気となった。一方で、当時のイギリス本国ではアングロサクソン優先主義を掲げ、イギリス最強の帝国主義者と呼ばれたジョゼフ・チェンバレンが植民地大臣で、これはフランス系のローリエには受け入れられなかった。 ローリエもカナダの自立した内政が認められるのであれば、大英帝国を批判することはないという姿勢から、イギリス人やフランス人という立場を超越した、最初のカナダ人と呼ばれた。また、植民地はいずれ独立し、本国から離れるものという考えを持っており、独立を我々の運命の北極星と呼んだ。オタワのパーラメントヒルに立つローリエの、ゾージョン、A ・エマクドナルドの死後、 保守党が苦境に陥る一方で自由党をうまく小中に収め、1893年オタワで新の国家構築と新しい公領承認に重点を置いた政治大会を開いた。これは多くの人々を引きつけた。1896年の選挙ではマニトバ州のカトリック少数派の教育が争点となるもローリエはイソップの北風と太陽をもじった。 太陽の方法という表現を使い、どっちつかずの態度をとった。結果自由党は1896年の選挙で勝利し、これによってローリエは連邦首相に就任した。1896年のローリエとマニトバ州首相のトーマスグリーンウェイの会談で、ローリエはマニトバのカトリック少数派の教育の今後について決定した。1890年まで続いていた。 セパレートスクールを廃止した後は、授業のある日の放課後30分間以内に限り、英語以外の言語で宗教教育をさせることにした。これは巧妙な妥協案だったが、A、ええ、ふっつふたことご主義に基づくマニトバ法の精神にのっとっているとは言い難かった。ローリエの肖像が、同じ悪でもまだマしな方の悪である国家的調和と政治という名の下で、ローリエは、 妥協策を進めた。クリフォード・シフトンと共に取り掛かった、移民政策の再編とウィリアム・フィールディングとの A、帝国内特恵関税に基づく妥協案、フィールディング関税を完成させた後、1897年には、彼にとって、初めての植民地会議に赴き、帝国内統一案には反対ながら、防和戦争でイギリスに対し、カナダからの物資と輸送の援助、 その経費負担にはギリギリ同意し、義勇兵のみの派兵1000人と62万ポンドを負担した。しかしこれは関与を否定するフランス系カナダ人の避難の的となった。1900年以後、ローリエはカナダを全力で引っ張った。ロンドンの植民地会議では帝国の統一へのすべての提案に再び反対した。 1903年にはアラスカ国境をめぐるアメリカとの会談に失敗した。アメリカによる併合を防ぐため、カナダは1898年6月にユーコン巡州を創設しており、互いが自国に都合の良い国境線を主張していたが、これにイギリスが介入して結局決裂した。西への鉄道が新設されることになり、グランドトランク太平洋鉄道がウィニペグから、 西の区域を建設することになった。その際、政府は、モンクトンとケベックシティからウィニペグへの路線の路線を受けを打つつもりでいた。カナディアンノーザン鉄道の建設も許可した。しかし、土地がすでに乏しく、援助は現金と鉄道債の利子保障で、資金はロンドンの政府債発行で賄われることとなり、競争の激しさもあって、第一次大戦中に破綻を招いた。 また、新しい二つの州を創設する計画もあった。1908年の総選挙では、有権者はまたも、ローリエを信任した。自由党も多数派だったが、多少の議席数現象が見られた。ただ、マニトバのカトリックの学校問題に関しては、やはり逃げ切らなかった。アンリブ・ーラサ1907年の植民地会議では、イギリスは自由党政権となり、 帝国内での個々の植民地の自立強化が促された。これにより、個別の海軍と外務省の設立が求められるようになった。これに伴いローリエは、1908年の当選後は2つの法案の通過に重点を置いた。最初の法案はカナダ海軍法案で、1910年に提出され、5隻の巡洋艦と6隻の駆逐艦を備えたカナダ海軍の創設案だった。 この海軍は世界中どこでもイギリスと一緒に戦う準備があったが、イギリス系住民からは、こんなチャチな海軍を持つよりは、本国にドレトノート級戦艦2隻を寄贈した方がいいとの批判を受けた。そのため、ジョゼフ・パピノーの孫で、フランス系ナショナリストのリーダー、アンリ・ブ・ラサは、イギリス本土が攻撃されでもしない限り協力は拒否と主張した。 重要な姿勢を取り続けたため、ローリーへの支援は高くつくものとなった。特にケベックではそうだった。一方外務省は、オタワのバンクストリートの床屋の2階で産声を上げた。2番目の法案は、アメリカとの互恵関係に関連するものだった。アラスカ国境紛争以後実現不可能となっていたが、1910年に第一次産業製品をほぼすべて免税。 製造品での免税を撤行と、有志鉄線のみにすることで話がついた。しかし、語形の拡大や競争激化への不安が広がり、企業家や農民たちの怒りを買う羽目になった。これらの案件を成立させるために、ローリエは庶民員を解散し、総選挙を実施した。1911年9月21日、彼は苦い敗北を味わうこととなった。 ビミー・リッチのカナダ兵、ローリエはカナダの第一次世界大戦への参戦を強く支持し、義勇兵の入隊を熱心に推進した。ケベックでの反発が強く、そのためカナダの統一を脅しかねない徴兵制度を否定した。カナダ軍は多くの戦死者を出しながらもビミー・リッチの戦いで大いに評価され、これによりイギリスもカナダ個別の軍を認めざるを得なくなった。 また、国民も徴兵へ、前向きになっていった。時の首相ロバート・ボーデンは、ローリエを説得して、連立政権に持ち込み、徴兵制度を施行しようとした。しかしローリエは同意しなかった。結果、ボーデンは、連立内閣を作ったが、フランス家議員の姿はそこにはなかった。最終的にボーデンは、徴兵のための根回しを図った挙句、1917年に、 徴兵の是非を問う選挙で勝利した。この結果は、戦時の高揚感の中では必然のものだった。徴兵制度は勝利を得た。ローリエの名を冠したオタワのホテル、シャトー・ローリエこの徴兵制度をめぐっての連立内閣とローリエの対立が最終的にケベック分離独立にまで発展していくことになり、事実ケベックではオンタリオ州でのフランス語教育の制限に神経を、 とがらせていた。1919年2月17日死去。ローリエの精神は、やはり自由党のウィリアム・ライアン・マッケンジー・キングによって引き継がれ、マッケンジー・キングも、また、長期にわたり、政権を担当することとなった。ありがとうございます。